帯広市役所からのご案内です。まず帯広市民ギャラリー今後の展覧会のご案内です。11月1日木曜日から6日火曜日までは第8回墨縁展を、12日月曜日までは宮武真澄心のふるさと人形展帯広展を開催します。なお宮武真澄心のふるさと人形展帯広展は有料です。11月15日木曜日から20日火曜日までは第48回帯広市小中学校造形展を開催します。11月22日木曜日から27日火曜日までは第54回形成会帯広書店とフリーダムオブエクスプレッション表現の自由フォトグラフを開催します。帯広市民ギャラリーは JR 帯広駅の地下1階にあって毎週水曜日が休館日です。毎週素敵な展覧会が開催されますのでぜひお越しください。皆さんのご来館を心よりお待ちしています。展覧会の開催時間など詳しくは帯広市民ギャラリー電話 25-7250 へ問い合わせください。続いて広報校長課松沢さんからのお話です。市民の皆さんと市長が意見を交換してこれからの帯広の街づくりについて一緒に考える地区懇談会を開催します。今年のテーマは市民みんなで健康づくりと帯広の子育てです。11月1日木曜日から18日日曜日の期間に市内6会場で行います。市民みんなで健康づくりでは健康づくりの取り組みや介護予防への理解を深め、みんなで健康に暮らし続けることのできる街づくりについて考えます。帯広の子育てでは子育て支援の課題や帯広市の取り組みについて知り、安心して地域で子育てができる街づくりについて考えます。時間は1時間程度です。いずれの会場も事前申し込み不要でどなたでも参加できます。当日会場へ直接お越しください。また今年の懇談会は一部イベント内で開催します。11月1日木曜日は保健福祉センターで行われている体すっきり講座内で開催します。懇談会の後に参加自由で1時間程度の運動も行います。11月15日木曜日は地域子育て支援センターあじさいで行われている世代間交流広場みんなの広場内で行います。みんなの広場は0歳から就学前の子どもと保護者のほか祖父母や地域の人たちと交流できる広場です。なお11月11日日曜日の緑生コミュニティセンターと17日土曜日の生活館の会場では託児と手話通訳があります。15日木曜日の地域子育て支援センターあじさいの会場では託児があります。いずれも予約不要です。ぜひ会場にお越しいただき皆さんの意見などをお聞かせください。詳しくは市ホームページをご覧になるか広報校長課電話 65-4109 へ問い合わせください。最後にプラザエンジョイスクール12月のパソコン講座受講生募集のお知らせです。プラザエンジョイスクールでは12月のパソコン講座の受講生を募集しています。火曜日、木曜日5回コースと水曜日、金曜日5回コースがあり、それぞれ午前、午後、夜間の時間帯で暮らしや仕事に役立つワードやエクセルの操作についてレベルに合わせて学ぶ合計6つの講座を用意しています。丁寧で分かりやすい指導が好評で初心者でも安心して受講できます。ぜひこの機会にプラザエンジョイスクールのパソコン講座に参加してみませんか。対象は高校生以上で会場は十勝プラザです。受講料は4000円でその他テキスト代が必要です。申し込みは11月27日火曜日までに十勝プラザへ。詳しくは十勝プラザ電話 22-7890 へ問い合わせください。帯広市役所からのご案内でした。